大沢健二です。今日はね、ライジン22、23の、追加対戦カード発表がお昼にあって、まあ今俺ちょっとジムにいたんですけど、ちょっとあったので、すぐにこう速報的に、ちょっと面白いこともあったので、今日予想も含めて、まあ見どころというのかな、追加対戦カードの発表を受けての感想とかですかね、っていうのでちょっと話したいなと思いますけど、まあいろいろ追加対戦カードを発表されてるんですけど、まあやっぱり今日ポイントとなるのは、K1 のね、コウジ参戦っていうね、おおみたいな、コウジ来たかと思って、だけどあ、コウジ来たんだなぐらいで僕は思ってたね。そしてツイッターとか見てたら、やっぱり立ち技の方の人たちがものすごいこう騒がしくなってて、あ、やっぱすげえなと思って、なんかやっぱりこう僕とかちょっと畑違う感じで、まあなんかこう立ち技のと MMA ってこう格闘技界の中でちょっとこう国違う感じで、なんかこう盛り上がってることとかがこう結構違ったりとかしてると思うんですよ。立ち技の人たちはもちろん MMA のことなんかあんまりそんな興味ないだろうし、まあ、MMA の人たちもそこまでね、もちろんコージ選手とかあれなんですけど、そこまで知らないくて、なんかこうコージ選手参戦が、おお、コージ選手来たなぐらいで僕ら思ってたら、すげえ騒がしくなってて、おお、やっぱそんななってんだみたいな、なんかそんな感じでね、だから面白くなってきたな。それはまあそれぞれで面白くて、やっぱりコージ選手って僕ね、いいなと思うのが、やっぱりこう有言実行というかね、小さな約束も大事にするみたいな、昭和のジャンプの主人公みたいなね、昭和のジャンプの主人公みたいな感じじゃないですか、テリーマンみたいなね、かっこいい感じ、かっこいいし、なんかこうちっちゃい命守るみたいな、テリーマンがこうちょっと若い人にはあんま分かんないかもしれないですけど、筋肉マンで超人オリンピック出た時に新幹線をどこまで押せるかみたいな勝負をやった時に、テリーマンブワーンと押して結構いいとこ押してるのに、うわーって優勝になるかーっていうところで子犬をこう子犬をダーってこううわーって新幹線がえらいスピードでわーって押してるのに、途中で線路上に子犬がいるから金メダル取れそうだったのに子犬を助けて新幹線止めて自分負けるみたいな、とかね、なんかこう昭和のジャンプってこう小さな命を助けるためにとか、小さな約束を守るためになんか自分ものすごい傷つくとか、なんかちっちゃな女の子の約束を守って、なんかこう自分が命かけながらボロボロになって、おじさん全然こんなの痛くないよみたいな、アイス買ってきたでみたいな、おじさんとアイス買う約束したろって言って、なんか命をかけながら買いに行ってしまうみたい な、俺コージ選手そういう同じイメージあって、なんかコージ選手なんかちっちゃい女の子と話すときに、おじさんって言ってそうじゃない、おじさんなっつって、でなんか自分のおじさん、おじさんちゃうでとか言いながら、なんかこう僕の言うおじさんとちょっとこう聞こえ方違うって、なんかコージ選手がこうおじさんっていうとちょっとかっこよく聞こえるっていうか、おじさんなみたいな、俺がおじさんねって言うとちょっと笑いちゃうでしょ、そこへの違いがあるって、そんなコージ選手がこうやっぱりなんかこう格闘技界のためにとか動かすとか言ってるところで、やっぱ今回やってきたぞみたいな、 K1 に東京で家を買えるぐらいのね、お金払ってきた、ちょうど僕も家を買おうかどうか悩んでるところするからね、東京都内とかね、家買おうと思ったらね、7000万とかね、まあそのあたりぐらいね、6000万、7000万そのぐらいだなと思って、それを払ってでも雷神に出るっていうね、ちょっとこうそれで天心たける実現、あ、天心たける、そんなにもたもたしてんなら先に
俺が天心やってるぞみたいな、かっこいいじゃないですか。もうあるんですかね、天心戦は。どうですかね、あるじゃないですか。だって天心の次やる人って見つかんないじゃないですか。で、工事ってやったら勝敗抜きにして見たくないですか。見たいです。だってタケルとすげえ物差しになるじゃないですか。それで、まあ、8月ないっぽいんで怪我しちゃってるんでね、天心が。どっかのタイミングでやってもらいたいなと思いますけど、僕はあると思いますね。やっぱりすごく相手探すの大変な中で、で K1 わざわざ出てきて、で K1 の匂いがプンプンする工事ね、なんかまだ K1 の残りが全然するじゃないですか。タイガでも K1 の残りがしないじゃないですか。だから雷神だったりライズとかね、なんかもうなんか少しあれで言うと、タイガー、K1 出てたのタイガーみたいな匂いするじゃないですか。だけどまだ K1 の残りがプンプンの、なんかまだ K1 背負ってる感じのある工事と、絶対年内やれば面白いと思いますけどね、うん、勝敗抜きにしてね、やっぱり勝敗はやっぱりちょっとこう差あるなと思いますけど、でもここ一番結構根性あるんで、なんか何度倒されてもなんかこう小さい女の子と約束した約束を守るために立ち上がるみたいな、俺はなんかちょっと女の子と約束したんで倒れ絶対にノックアウトされないって約束したんでそういうなんかこうありそうじゃないですか。まあ多分あるでしょう、ね、そういうのめっちゃかっこいいじゃないですか、浩二選手の、はい、なんか女の子めっちゃ大事にするじゃないですか、はい、そうですね、 YouTube YouTube とかでね、はい、女の子そんなさせたらあかんでみたいな、はい、かっこいいじゃないですか。だから多分だから俺思うのは、天心と戦う前になんかこう今回、はい、すごい 大好きな女の子たちと、うん、女の子たちって言うと思うんですけどね、俺のファンの女の子たちと約束したんだよって、今回絶対に勝つとか言う、絶対に倒されない、俺は最後まで立ってる、うん、俺は最後にリングまで絶対に立ってるって、それで終わった後に最後まで立ってることは約束果たしたねっつって、おっちゃん果たしたねっつってかっこいいじゃん、はい、いやかっこいいなっつって、やっぱこっちかっこいいなってなんじゃないですか、まあ、俺はそれを期待してます、はい、だからそれをやって、でなんかねまた浩二天心やったら武尊天心まで のなんかこう道筋もなんか、はい、できんじゃないのって分かんないですよ、それは全然分かんないですけど、なんかそういう期待感は格闘技界に出るじゃないですか、はい、そうですね、だからこうまず浩二天心とかやってほしいなと思って、で8月のね9日10日で浩二選手組まれると思うんで、まあそれは顔見せだと思うんでね、まあ誰でもいいと思うんですけど、まあ、そこはちょっと期待したいなと思いますけどね、あとまあ他の追加対戦カードとかも立ち技のね選手とか結構いい選手出てて、シュートボクシングのね、はい、カイト、はい、本当にイケメンで、うん、もう本当に立ち技の選手本当かっこいい人多いですよ、うん、なんか王子様っぽいね、はい、カイトすげえ実力者で、ただすげえ実力者なんですけど、やっぱりちょっと外国人選手の本当に一流ってやるとちょっとこう、うん、日本人ではすげえもうなんかこう無敵な感じあるんですけど、ちょっとこう外国人選手、一流の外国人選手とやるときにちょっとこう取りこぼすイメージあるなっていうところで、まあ海斗選手も出るし、今回階級が若干あるっていう話だったんですよね、ちょうど60契約体重ですよ、契約体重67か8でした、はい、でも全然そこでもやる選手ですけど、うん、だからそこがあるし、あとは原口健人選手とタイガー、ちょっとこれはね勢いで僕は原口選手かなと思いますけど、ね、あとは吉成
ナダル選手、あのルンビニと、ラジオ撮ってるあの51キロぐらいのすげえいい選手ですね。立ち合わせはすげえいい選手でますね、うん、発表されてて、まあ、それは多分立ち合わせはまあもうそっち の, あのいい選手が勝つんだろうな。まあ、あの原口選手とタイガー選手は面白いなと思いますけど、まあ、そこはね、多分あの原口選手かなと思います。たぶんちょっと原口選手の方が上かな。あ、でも一緒ぐらいかな。まあ、そんな感じですよね。で、あとは MMA の方で言うと、なんかこう、おっていうのはないんですけど、まあ、山本アーセン、あとは朝倉兄弟のところで最近一緒に練習し始めてて、大阪から東京に来て練習してる白川ダークリクト、はい、結構勢いのある選手で、はい、まあ、これも面白いなと思いますけどね、うん、まあなんかまあ追加対戦カードですげえ目玉になるカードあるかっていうと、そこはねあんまり。あとはボク選手のなんかラストマッチかな、うん、ラストマッチ多分引退試合で、これ勝っても負けても引退するみたいなことを言ってるっぽいですけどね。そうですね、うん、まあ、これはまあそういう試合があったりとか、まあそんなところかなっていうところで、まあまあ何にせよやっぱり今日の発表は浩二選手ね、浩二選手が記者会見で何言うかとかで終わった後に女の子たちに何向けて何言うかとかね、はい、まあそこが僕は楽しみですね。まあ、やっぱり腹があるし、やっぱ面白いですもん、はい、もう本当になんか昭和のスターみたいな、なんか細かいことは俺は気にせへん、気にせえへんでっつって、なんかもうお金持ってるけど、まあ多少だったらまあ払うぞみたいな、はい、何かこれドッキリだったみたいな、まあでも全然ええよええよみたいな、やっぱいい男ですよ。札束渡してましたね。札束渡したりとかね、やっぱかっこいいっすもん、やっぱね、やっぱかっこいい、やっぱね、最高じゃないですか。やっぱ僕は本当にかっこいいと思うんで、やっぱここはまあ期待感、雷神面白いなと。そういうのも含めて今日の対戦カード発表はもう浩二選手に尽きる、浩二参戦に尽きるな、いろいろなリスクを背負ってね、まあ、やっぱ家帰る金だけね、まあでも細かいことは気にしないから、だからまあ来陣参戦するためやったら、やっぱみんなとの約束守るでみたいなね、まあ、ちっちゃい、ちっちゃい女の子とか本当もう事故とかスケルダーンとかダンプに引かれても女の子と約束したケーキ渡しに行くみたいな、うん、おじちゃんどうしたのつって、いやーまあ全然大したことあらへんねつって、実はダンプに引かれてたとかとか、そういうことやりってくれそうですもん本当に。あとはなんかこうナイフですげえ背中刺されてるけど、女の子の前だったら全然何もあらへんねつって、で楽しませてすげえジョーク言って、で帰るときに見たら、後ろ見たら背中ナイフ刺さってるじゃないですか浩二さんみたいなそういうこととかありそうじゃないですか。ありそうです、ね、ありそうでしょ、昭和のスターのなんかね、なんか昔のね、東映の梅宮達郎とか、あそこら辺の松方弘樹とか、梅宮達郎、松方弘樹、浩二みたいな、はいはい、高倉健そこに並ぶ感じ、並びますよ、本当に昭和の映画のスター、僕はそういう風に思ってます、すごいかっこいいと思ってます、っていうところで、はい、今日締めたいと思います、はい、ありがとうございました。